はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はエアブラシを使ったアートになります。これはね、簡単に大理石ができるデザインになってますので、是非最後まで見ていただけますと嬉しいです。それではどうぞ。はい、ではまずこちらのリカジェル 14M を使います。こんな感じのオフホワイト、私いつも 16M 使ってたけど、これの方がもうちょっと白みが強い感じですね。はい、ではこちらの筆を使って塗っていきます。よいしょ。はい、ではこれで硬化していきます。はい、続いてこちらの2色を用意します。これはまあブラウンだけどちょっとグレーっぽいブラウンですね。はい、でこのカラーはこのまま使わずにちょっとだけ取ってパレットに出しておきます。そしたらこれはね、ミキシングジェルです。私はリッカジェルのミキシングジェル使います。ちょっとサラサラっとしたタイプのものになります。これをね、カラーに混ぜていきます。1対1ぐらいでいいかな、多分こんな感じです。はい、そしたら先ほどの硬化したチップを出します。で、カラー一度塗りしかしてないんですけど、今回は一度塗りで OK です。この上にいろいろアートしていくので、ちょっとムラがあったとしてもまあ目立たないかな。はい、で表面にまたさっきカラーに混ぜたミキシングジェルを薄くのせます。たっぷりじゃなくて薄くで OK です。はい、そうしましたら先ほどのカラーを取ります。まずはね、こっちのちょっと薄い方の色からやっていきます。これを適当にこの辺にのせます。そしたらまだ固めませんよ。そこで遠い、これはちょっと近すぎる、ちょっと一回離していいかな。ここでダメだ、いろいろ見えちゃう。これね、エアブラシここを押すと空気が出ます。ここからね、空気が出てます。今回はこの風だけ、空気こうやって出て風が出てくるんですけど、それだけを使ってちょっとアートをしていきたいと思います。じゃあこれをね、今のせたカラーのところに吹きつけていきます。わかります？こうやって動いていくんですね、色が。こうすると筆でぼかしたりする時よりもなんか微妙なニュアンスが出せる。はい、ちょっとこの辺溜まっちゃった。これね、あれですね、触りすぎるともうわけわからんくなりますね。ほどほどにね、もはや今私はわからなくなってますが、こんなもんにしておこう。え、どうしよう、もうちょっとうーんって寄せとこう。やりすぎるとね、よくわからなくなると思いますので、皆さん気をつけて。はい、こんな感じにしておきます。で、ちょっとここにカラー溜まっちゃったんで、なんとなく筆でなじませておきます。はい、そうしたらこれで一度硬化していきます。はい、硬化終わりました。そうしたら次またさっきと同じように薄くミキシングジェルを全体にのせていきます。続いて今度ね濃いブラウンの方焦げ茶って感じのこれをまた違うところに置いていきます。はい、そしたらまたエアブラシのエアブラシの登場。さっきとね同じ感じでくっつけていきます。はい、こんな感じかな。こんな感じです。じゃあこれでまた硬化していきます。はい、続いてはこれ 93A アート用のホワイト。はい、で先ほど硬化したこちらのチップに白の線を入れていきます。あ、ちなみにさっき道具紹介でこれ入れてなかったね。アート用の筆、これも使いますよ。あとはもうね石の大理石みたいな感じの割れてる線を表現していきます。だからなるべく細く描いてね。でこういう石のこう割れてる感じの線って意外と難しいので、なんか画像とか検索してねこれ見て描くと描きやすいですよ。ほらすごい雰囲気が出てきました。この線入れるだけでだいぶ変わるんですよね。はい、こんな感じです。これでじゃあ硬化をしていきます。はい、じゃあこんな感じで硬化終わりましたのでトップを塗っていきます。はい、じゃあ硬化していきます。はい、完成です。どうでしょうか。どう？簡単にこの大理石のモヤモヤっとした感じが出せました。上にのせてみるとこんな感じです。かわいい。これマットにしてもかわいいかもね。ちなみにって言い過ぎ。このお客様にしたデザインは私のインスタグラムの方に載っているのでぜひ見てみてください。はい、であと今回使ったこのエアブラシ、黒でちょっとこのかっこいい感じ、ここを押すと空気が出るんですけど、これはねキラネイルさんで購入しました。で充電式なのですごく使いやすいですよ。今回はジェルを吹いたけどいろんなアートに使えると思います。こちらもぜひチェックしてみてください。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。